ボートレース福岡のライジングゼファー福岡杯、取りこぼしのできない4日間のショートシリーズの初日です。水面には予選競争第9レースのメンバー登場しました。1号艇山口の長尾翔平、2号艇岡山の片山良介、3号艇大阪の野田隆弘、4号艇福岡の富永太一、5号艇埼玉の滝沢義行、6号艇福井の土山拓也、以上の6名です。1人定番から離れて6コースが6号艇土山拓也、その他5選手1、2、3、4号枠なりに並んでの作戦待機行動です。1コース1号艇長尾翔平です。このカードは人気となりました。1号艇長尾の陰線です。2コース進入が2号艇片山良介、当時福岡は3年ぶり久々の参戦となっています。今日はこの9レース1回乗りです。3コースに3号艇野田貴弘、オープニングの1レース逃げて白星を飾りました。4コースが4号艇地元富永太一、5コースに5号艇滝沢義行です。6コース6号艇土山拓也、インから1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。スタートしました。予選競争第9レース前提あまり差がないスタートです。1周の1枠、まずは1号艇長尾が逃げる、2号艇の片山が指す、3号艇の野田まくり指して、逃げたのは4号艇の富永太一、指した6号艇の土山拓也、向こう正面は4号艇3号艇の先頭争いです。スタートは前提正常でした。3号艇野田貴弘、4号艇富永太一、この2艇が並走、3番手は6号艇土山です。2枠3号艇野田に対し、外全速端から4号艇の富永太一、ここは3号艇野田貴弘受け止めました。先頭は3号艇野田貴弘です。2番手には6号艇土山が上がってきました。4号艇富永が3番手、その懐2号艇の片山良介です。2周1マーク、トップターンは3号艇野田貴弘、2番手は6号艇土山拓也、3番手は2号艇が先に待って指した4号艇の富永太一が3番手をリードし、2番手を走る6号艇土山を捉えてきました。閉鎖機をかけていく4号艇の富永太一、それでも6号艇の土山拓也が粘っていく2マークの旋回です。先取りは4号艇の富永太一、6号艇の土山が指す、ホーム側2番手は6号艇土山拓也がリード、4号艇富永太一は3番手、上の3艇3、6、4の体型です。その後ろ2号艇片山、5号艇滝沢、1号艇長尾の順で、最後のバックへ3号艇の野田貴弘がトップで抜けました。2番手6号艇土山いたし、外いった4号艇の富永は届いていない。2番手は6号艇土山拓也がリード、3番手が4号艇富永太一です。上の3艇3、6、4ですが、2番手3番手の定価はまだ2艇進ほど、最終ターン幕の旋回、先頭は3号艇野田貴弘、初日連勝のゴールです。2番手6号艇土山、ラスト握った4号艇の富永太一、食らいついたんですが、ここはわずかに届きませんでした。まもなくゴールです。3番ゴールイン、6番4番ゴールイン、2番ゴールイン、5番ゴールイン、1番ゴールイン、以上全艇ゴールインしました。第9レースの確定は1着3番、2着6番、3着4番、以上でした。